G-Book とは、トヨタ自動車が提供するテレマティックスサービスである。レクサスが行っている G-Link とは、サービス内容に違いがあるものの、ほぼ同じシステムである。G-Book は一部のトヨタ車のみに搭載されているが、G-Link はべてのレクサスの車種に搭載される。2014年7月より新しいテレマティックスサービスとして、T-Connect がスタートしているが、 G-Book についても継続使用している。なお2022年3月31日には G-Book はサービス終了する。トヨタ自動車の画像事業部が中心となり、電装、画像メディアサービス、トヨタコミュニケーションシステム、富士通、愛 c オータムウィンターなどが開発した。ネットワークへの接続は DCM と呼ばれる専用の無線機、もしくは携帯電話を用いる。 ただし、ネットワーク構造的には、ダイヤルアップ PPP を用いた、独自 MVNO への接続となっており、インターネットを介した接続ではなく、また内部的に制限が設けられており、ユーザーが、インターネット上の任意のウェブサイトに接続することは、できない。カーナビゲーションシステム、GPS と連動して、サービスを提供する。運転中の利用を考慮し、 端末での読み上げ機能が備わる。また、インターネット上のサイトも用意されており、車を使用していない時でもウェブから利用できるようになっている。操作画面を通じたコンテンツの閲覧に主眼を置いており、タウン情報の検索などを行うことができる。また、ミディ再生によるカラオケ機能も搭載している。ただし走行中はこれら画面上の表示は大幅に制限される。 走行中の利用に主眼を置き渋滞予測などの機能を持ったホンダ技研工業のインターナビに大きく出遅れたためその機能を追加した G ブックアルファを開始さらに無料プランも追加し巻き返しを図っているまた後にアルファをさらに発展させた G ブック MX サービスも開始された元々は1998年4月にスタートした 携帯電話とメーカーオプションナビによる情報通信サービス、モネが発端だった。しかし、クラウンやセルシオといった高級車にしか設定がなかったことと、第二世代携帯電話での利用を前提としていたことで容量の限界が生じていたことから、新規に企画を作り直すこととなった。モネサービスでは、任意のインターネットサイトに接続することができるなど、細部が異なっている。 その後2005年12月をもってモネはサービスを終了しており、モネの接続ユニットは携帯電話のハンズブリー装置としてしか利用できない場合が多い。なおモネの名はソフトバンクとの合弁会社として立ち上げられたモネテクノロジーズとして復活を遂げている。ニュースなどの情報や現在位置付近の観光情報や渋滞情報、天気予報なども運転中に得ることができる。 パソコンなどで目的地を検索、設定を行い、それをカーナビゲーションで受信して設定する機能もある。搭載された自動車の現在位置がカーナビゲーションの GPS により把握できるので、トラブル時の救援や盗難にあった場合の追跡が可能。カーナビゲーションのハンズフリー通話機能を利用してオペレータと通話し、情報の検索や目的地の設定を依頼することも、 できる。他に、専用の電子メールアドレスが付与され、メールの送受信を行うことも可能。また、プロバイダなどの外部サーバーのメールも送受信できる。ただし、電子メールクライアントが搭載されているわけではなく、Web メール形式で、メールの送受信を行う。g ブックアルファ g ブックアルファプロではセンターより、渋滞予測情報を取得し、 それを利用した道案内をする機能などが追加された。さらに G Book MX、G Book MX Pro では最新地図データを一定期間無料で更新できるサービス、マップオンデマンドなどが追加された。T Connect ではデータはトヨタスマートセンターと呼ばれるクラウドサービスへと送られた上で自動音声ガイダンスで案内され、さらに道路状況や燃料残量などを考慮した案内を行う。 先読み情報サービスを開始。さらにスマートフォンで使用するアプリケーションソフトも用意し、専用ナビとの連動で目的地近辺の駐車場到着後から最終目的地への徒歩移動を案内するラストワンマイルも行う。サービス提供元の豊田以外でも、ダイハツ工業、富士重工業、松田でも G ブックサービスが提供されている。 トヨタは2003年9月3日付で、三菱自動車工業ともサービス提供で提携したが、2005年7月15日付で、提携を凍結。また、サービスの一つである、マップオンデマンドに関しては、富士通店のカーナビ、エクリプスでも採用されている。G ブックは、登場から10年ほど経過しているサービスであり、陳腐化している。そのため、2010年代以降に普及した多くの、 スマートフォンや大半の携帯電話料金サービスでは使用ができず接続手段は限られている。工述する DCM を搭載しない車両の場合、Bluetooth を用いて携帯電話の無線ネットワークを介して接続を行う必要があるが、Bluetooth のダンプルファイルを使用するため iPhone をはじめとする2014年現在の大半のスマートフォンは使用できない。 現代のスマートフォンの多くはダンプロファイルを用いて他の機器と接続するため、旧来の方法であるダンプルファイルは実装しておらず、富士通など一部のメーカーを除いては今後も実装される可能性は低い。また、アプリケーション等でダンプルファイルを使用可能としたとしても、スマートフォン向けヘパケットサービスではダンの定額料金サービスを対象外としていることが多く、実質的に スマートフォンで G ブックを利用することはほぼ不可能である。システムの根本的な原理は携帯電話網を利用して独自アプリへダイヤルアップしインターネットへは独自サーバー上で内部接続される仕組みとなっている MVNO のため携帯電話で接続している最中は着信ができなくなる。またインターネットへ直接接続するわけではないため インターネットへの直接接続を行うスマートフォンのテザリング機能を介した接続も行えない。独自の MVNO であるため他の MVNO を使った接続にも対応しておらず、無能と直接契約している端末でのみ使用可能という制限もある。2014年8月1日発売の T コネクトナビでは G-Book では難しかったスマートフォンを経由した通信が可能となり、上記の問題は解消されている。DCM は一部のディーラーオプション製品を除き、新車購入時もしくはナビゲーションシステムの購入時に、同時購入しない限り、後付けできないことがほとんどであり、注意が必要である。データコミュニケーションモジュールの略である。携帯電話の無線ネットワークに接続して、 無線通信を行う装置である。DCM の製造者は伝送。G-Book 専用 DCM はデータ通信に KDDI、沖縄セルラー電話の au ブランドと共通の CDMA2001X 方式もしくは CDMA1 方式を使用しており、最大 144kbps でのデータ受信が可能である。G-Bookα ァプロ専用 DCM では同様に、 CDMA2001 ゼブドゥ方式により、最大 2.4Mbps のデータ受信が可能となっており、DCM での通信を使用したハンズフリー通話に対応している。G-Book MX Pro 専用 DCM は、標準装備、メーカーオプション及び08から10年モデルの販売店装着オプション品は、G-Book Alpha Pro 専用 DCM と同様に、 c d m a 2万1ゼブドゥ方式により、上り 144Kbps 折り 2.4Mbps のデータの送受信が可能。2011年モデル以降では、WCDMAHSPA 方式により、上り 5.7Mbps 下り 7.2Mbps のデータの送受信が可能。 t コネクト専用 DCM は基本的に2011年モデル以降の DCM と共通。また、搭載車種によっては DCM 自体に GPS 受信機能を搭載しており、盗難時の搭載機追跡やエアバッグの展開と連動して発生地点の緊急通知を行う機能などを備えている。これはエアバッグが展開するような事故が発生した際、 カーナビゲーションの GPS 機能が常に使用できるとは限らないためである。中テレックはテレコムエンジニアリングセンター、JATE は電気通信端末機器審査協会の略称新車、またはレクサス認定中古車を購入した時の未サービスを受けられる。それ以外の中古車店で購入したレクサス車は一部サービスがカットされた G リンクライトに加入できる。 富士通店は座庫、第31号より、電装店 HP 内、2018年3月18日確認、三菱自動車、トヨタとのテレマティクス提携を凍結。レスポンスドット j p http://response.jp/.issue/.2005/.0715/.ar.tic.le.725991HTML2018 年3月18日確認、JA、ありがとうございます